改めまして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。改めてになりますけど、2020年新年を迎えた今のお気持ちというのをまず最初に伺ってもらいましょう。そうですね、普段なんかあんまり新年を迎えた感じがいつもしないので、こういう、なんていうんですかね、場を借りてすごくこう、あ、新年明けたなってやっと実感できた、実感できましたし、まあ、本当に今年入って、まあ、すごく大事な年だなっていうふうにはすごく感じてますし、もっともっと一日一日を大事にしていかないといけない年なんだなって改めて思いました。2020年になった瞬間はどこでどんなことをして迎えられたんでしょう。ホテルのベッドにいました。ホテルのベッドで目つぶってました時間は時間っていうかテレビはつけてたので、0時になったっていうのはお母さんから聞いたんですけど、あ、おめでとうみたいな感じで新年過ごしました。新年明けました、はい。それは仮眠とかではなくて住んでて、はい、なんかまあ本当は仮眠というか、もう10分15分目つぶって、あ、このイベントに備えようと思っていたので、そうです、もう目つぶって背中をつけてこのイベントに備えてましたその間に年が、はい、年が明けてました今飛行機で初日の出ご覧になってきたと思うんですけど、初日の出って実際に自分の目で見るのは初めてですか。小学生の本当に小さい頃なんですけど、海の方に行って初日の出をなんか見に行く、お母さんたちと見に行ったっていうのを覚えてるんですけど、空の上から見ることは初めてなので、もうすごく久しぶりでしたし、初めて空の上から見れてとても綺麗でした。実際その日の前じゃないですよね初日の出が上がってくる瞬間とか見た率直なその時の思いとか感想ってどうでした。そうですね、本当に日の丸って私も言っちゃいそうなんですけど、日の出がすごく綺麗で、本当にこう、なんていうの、見れなくなるぐらい綺麗というか、まあもちろん眩しさっていうのもあるんですけど、普通にこうオレンジっていうだけじゃなくて、なんか透視とか、なんかすごい燃えそうな色というか、もう本当に赤とオレンジが混ざった色というか、すごくこう戦いそうな太陽の色をしていました。すごい、なので私自身もこれからもっともっと頑張らないとなっていうふうに思えた瞬間でした。見ていて闘志が湧いてくるじゃないですか。そうですね、本当に強そうな太陽の色してました、はい。ちなみになんですけど、今日のそのお召し物は自分で、この黄色がいいって私がこうスタイリストさんに言って、そのなかなか黄色の着物って少ないんですけど、この黄色系をスタイリストさんがこう どうですかって言ってくださって、あ、もうこれにしようっていうふうに決めます。すごくかっこよさと、まあ、ちょっとこう可愛さもありながら、でもまあ黄色なんですけど金なんで、はい、ちょっとこういろんな意味を込めてまあ2020年は大事な年ですし、一発目は金色から入ろうかなと思って出足をしっかりしてきました髪型も自分でちょっとこだわってた。そうです、はい、髪型はすごくこだわってて、いつもなんか着物を着ると結構やっぱり上に上げたりっていうかすることが多いですけど、少しこうふわふわ系にしました。ちょっと後ろ、ふわふわ系にしてちょっとこうボリュームを出してやってみました。あと飾りとかもつけてもらって、ちょっとこう少し今時のインスタでちょっと流行りを見つけて、あ、この髪型にしたいなって思ってやっていただきました。じゃあもう今日は頭から下まで自分のこだわりが詰まった。そうです、本当にお気に入りというか、本当に私らしいなって思えた
コーデです。最後改めてになるんですけど、2020年今日迎えて、2020年にかける思いとか抱負とか最後にいただいてもらいましょう。はい、2020年は本当に負けない選手、勝てるような選手になりたいってずっと言ってますし、最終的には無敗の女で終えたいっていうかいうふうに思っているので、本当にさっき言ったように一日一日がすごく大事になってきますし、あと本当に目の前の試合がすごく大事になってくるので、目の前の試合は全日本選手権ですし、まずはそこの一試合一試合を勝つという目標を持って、そしてさらに実力を上げて、ちょっとこう自分自身でもすごく楽しみだなって思っているので、負けない選手、勝てるようになる選手が来るまでもっともっと頑張っていきたいなというふうに思っています。2020年に向けての思いっていうのはやっぱワクワクの気持ち。すっごいワクワクです。もうすっごい楽しみですし、どうなってんだろうって、思っているので、無敗の女になってるだろうなって思ってます。ありがとうございます。代表は以上になりますが、各社さんの会になりますでしょうか。すいません、先ほど2020になった気持ちをおっしゃってましたけど、これだけこう注目される中で2020年を幕開けたっていうのはどんな気持ちですか。そうですね、本当に楽しみでしかないというか、こう一日一日がこう自分の実力が上がるっていう楽しみと、本当に練習もすごく楽しいですし、試合も楽しいですし、私こう毎日毎日レベルは上がってるっていうのがすごく分かるので、その今実感がすごく湧いていて、なのですごく次の全日本選手権が楽しみで、早く試合したいなって思ってますし、もちろん目の前の試合試合が大事なので、なんかこうミックスの入り方っていうのはすごく大事になってくると思うんですけど、本当にそうですね、すごい2020年は最高の年になるんじゃないかなというか、自分で最高の年にするんですけど、こう自分でいろんなものって言ったんですかね、掴み取りたいなというふうに思ってます。すみません、テレビ朝日です。2019年は今さんにとって2020年にとっていろんな試合もあったと思うんですけども、自信になる1年になったか否かということをお聞かせください。そうですね、2019年はすごく自信になりましたし、本当に毎日レベルが上がってるっていうのはすごく分かって、そのやっぱレベルが上がってるなって実感できると、もっともっと頑張ろうって思える年でもあったので、2019年は本当にすごく実力が伸びた年だったかなっていうふうには思ってますし、こうやって2020年は無敗の女になりたいっていうふうに言っているので、そこに近づけるようになってきたかなと思うので、まだまだこれからもともと頑張っていきたいなと思ってます。本番まであと7ヶ月ですが、それ今さんにとって7ヶ月いろんなことできるなっていうのか、本当にあっという間に来てしまうなっていうのか、率直などちらですか。でも本当にさっきも言ったように、目の前の一試合一試合が大事になってくるので、まず日本選手権がまず一番最初にあるので、そこは日本選手権に集中して、であとはこう、負けない選手、勝てるようになる選手っていう目標をしているので、そこはあとやっぱ 3,4 ヶ月ではしっかりそこはこうなんていうんですかね、レベルアップをしていきたいというか、世界選手権までにはそこを、達成できるようにしていきたいなっていうふうにはすごく思ってます。ありがとうございます。今日そのお着物でもし書き初めを書くというとしたら、どんな文字を書きたい、その意味を教えて。このお着物で書き初めを書くとしたら、ああそういうこと、どんなことを書きたい、
や、着物にはこだわっていて、2020年、いや、無敗の女って書きたいです、これこそやっぱり金ですし、ちょっとこうかっこよさもあって、赤も入っててやっぱ闘志っていうかこうね、勝ちそうな色してるので無敗の女とここ合ってんじゃないかなって思います、この妻の、なんでそのまま無敗の女って書きたいです。分かりました、ありがとうございます。先ほども初日の出見て投資が出てくるという話もあって、はい、まあ、その東京オリンピックもありますけども、改めて2020年を迎えて、まあ、何度も聞かれてますけどと思うんですけども、東京オリンピックの目標は、東京オリンピックは忘れてないので、あ、そうです、あ、ごめんなさい、すいません、2020年に向けてだったら大丈夫です。そうですね、2020年に向けては本当にこう、さっきも言ったように本当にこう目の前の一試合一試合大事で、すごくこう、まあ、一日一日レベルアップできるのをすごく楽しみにしているので、もっともっとしっかり実力を上げて、こうもっともっとこう負けないような選手になっていきたいなというふうにはすごく思います。年末年始の過ごし方、まあ、今日はこれですけれども、はい、まあ、いつまで練習されて少し休まれるのかとか、どんなふうに。明日からです。明日からです。今日は、はい、休んで、明日からちょっとこう練習に入っていこうかなというふうに思って、まあ、今日はちょっとゆっくり休みたいなって、寝たいなって思ってます。すみません、2020年はその新しい、例えばサーブとか技を増やすのか、それとも今のある技術を伸ばすのか、どっちを重視したいですか。どちらもですね、やっぱりこう何でもできるような選手になりたいってずっとこう2019年からの目標でもありましたし、まだまだこうやれることはどん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 あると思うので、こういうの持ってるものをさらにレベルアップするのと、やっぱりこうどん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 進化していくと思うので、今持ってるものもあるんですけど少しずつやっぱ変わっていって、昨日できたことは今日少しまた進化してできたりとかやっぱするので、そういうところはすごく楽しみですし、なので持ってるものとまたさらに新しいものというか、できないっていうものがないような状態でやっぱ毎試合毎試合臨みたいなっていうふうには思っています。2019年の、まあ、この年明けと2020年の年明けで心境というか気持ちというのはなんか違う部分はありますか。あまり変わらないんですけど、ただやっぱり、まあ、2020年に入って私自身も20歳になる年だなっていうふうには、それが一番の楽しみです。もちろん毎試合毎試合こうレベルアップできるっていうのも楽しみなんですけど、あ、いよいよ20歳の年になれるなっていう、それまで頑張ろうって思える年ですね。そっちの方が楽しみ、それが楽しみで頑張れます。はい、本当にさっきもイベントで言ってたんですけど、やっぱこう旅行とかを友達と一緒に行ったことないので、お泊まりでこう旅行に行ったりとかもしたいですし、私温泉旅行すごく温泉が大好きなので、ちょっと温泉旅行に行きたいなっていうふうにはすごく思ってますね。それが一番したいことです。やっぱお母さんとかと普段過ごすことが多いので、じゃなくて友達とです。まあもちろん恩返しで行くこともあるとは思うんですけど、やっぱ普段がこう旅行行くときにお母さんとかが多いので、多いっていうかお母さんとではなるんですけど、もちろんこう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に連れては行きたいんですけど、ただオリンピック後二十歳過ぎたらやっぱり最初は友達と行きます。そこは目標です。あ、すいません。はい、ルカイアラインと申します。はい、ANA の今日イベントだったんですが、はい、今旅行の話があったんですが、はい、具体的に行ってみたい、ところ、国内か国内、海外、もしあれば教えていただきたいんですが。いや、本当に国内、私日本でやっぱすごくたくさんいいところある。って分かってるんですけど、やっぱ旅行とかそういう遠いところとかやっぱりなかなか行ったことなくて、
なのですごくこう行きたいなってすごく思ってますし、ただやっぱり私自身こう古着がすごく好きで、海外カリフォルニアとかロサンゼルスとかに行くのがすごく目標というか将来の夢でもあるので、そういうところにも行ってみたいなって思ってます。じゃあ無敗の女達成したら、はい、達成したら行きます。ありがとうございます。年末からおっしゃられてますけど、はい、結構まあ強いパワーワードだと思うんですけど、はい、まあ、卓球選手というそういうなんか目標というか、その無敗の女っていう言葉を、まあ、考えるにあたってこう思い描いて人がいるのか、それとも他に他競技の中でイメージする無敗の女っていうアスリートがいらっしゃるんですか？いや、あんまりそういうのは意識してなくて、私自身のこと、自分の家のことを考えようってすごく思っているので、とにかくどんな選手が来ても、どの国の選手が来ても、まずは勝つっていう目標を立てていて、なのでやっぱどんな選手が来ても大丈夫なように自信をつけていきたいですし、まあ、そういうことによってこう勝つ機会が増えて、そして負けない選手になって、そうすることでこう無敗の女にどんどん近づいていけるかなと思っているので、あまりこう、もちろん尊敬する選手とかやっぱこう卓球界でたくさんいますし、そういう尊敬する選手がいるからレベルアップできるんですけど、こう私がこう目標というかしている選手とかやっぱいなくて、私は私と思っているので、こう自分らしく戦いたいなと思ってます。じゃあすみません、ここまでにさせていただいて、最後に、フォトセッションを簡単にさせていただきます。はい、じゃあ最後左上。